国野球全国大会2630枠目さあ、今日は準々決勝ですね。甲子園大会準々決勝。はい、黒金さん、倉掃除さん、四個目さん、いらっしゃい。はい、森さんが一番さんいらっしゃい。さあ、相手は、双葉田高校でしたね。双葉田福島だっけ。和骨です。はい、3年 B 組ドンパチ先生さんいらっしゃい。双葉田、双葉高校でしょうね。双葉高校、福島県双葉高校ですね。はい、10番号さんいらっしゃい。双葉県立、あ、双葉県立じゃない、福島県立双葉高校県立校で、和骨です。アランプロソさんいらっしゃい。さあ行きましょう。さあ先行がミツバチ農業でございます。和骨です。はい、東江さんいらっしゃい。今日はそこの方ね。ピッチャーは、今日大塚ね。はい。さあ、夏の全国選手権大会準々決勝です。ミツバチ農業対双葉田高校、勝ってばベスト4になります。いや楽しみですね。解説西小原一郎さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、二勝。はい、二勝。農協牛乳さんいらっしゃい。初参戦もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。二所二所。はい、二所二所。妙見さんいらっしゃい。さあ、先行水町農業です。ワン、ツー、スリー、フォー。水のファイ、ドカーン、ドカーン、ドン、ドン、ドン。ヒット打ってちょうだい、ヒット打ってちょうだい。ヒット打ってちょうだい、ヒット打ってちょうだい。さあ、一番竹丸くん切り込みバッター、一番竹丸くん、いやー竹丸くんよく打ちますね。昨日先頭バッターホームラン、牽制気をつけろ。2番佐藤5番くん、ドライ打ち上げた、キャッチャーフライアウト。ワンアウトランナー二塁で3番宇野くん、県大会では4本のホームラン。しかしここはファーストゴロ。ツーアウトランナー二塁、4番プリプリ君、今大会で2本のホームランを打っています。プリプリ君、アイシーさん、このサインはまあ一塁空いてるからね、どっちかと。あーっと、プリプリ君の先制タイムリー。やはりね、4番と勝負するか5番と勝負するかでね、まあどっちも打ちますからね。5番銀河デカ君、キャッチャーフライアウト。プリプリ君も勝負強いですからね。プリプリ君先制タイムリー1対0、早くも三橋農業先制です。まあ、水野先行したらね、このピッチャーの防御率ですからね、今大会、2失点あるのみ。夢君が2失点、ただ大塚君はまだこれまで、今シーズンまだ点を取られていません。ププ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 プ2番小島くん、初球打ってセントフライアウト。早くも2球でツーアウト。ちょっとね、はい、もう高級ヒッターで最初のストレートを狙ってるんですかね。3番猫宮くん、ニャーゴー、3球単身単身。さあ三振です。初回双葉田高校は三振凡退。2回表三橋農業6番尾形くんからスタップ打法アウト。初球打ってピッチャーゴロ、ワンアウト。おじさんありがとうございます。7番アナログくん、キャプテンアナログくん、アナログくんも大会3回戦、2回戦でホームランを打っています。ワンスリー、おっとファーボール、牽制キュッキュロ。8番ニュー君、ニュー君は、1回戦で2打席連続ホームランがありました。しかしここはサードゴロ。しかし
これが進塁打になってワンアウトランナーツーアウトランナー二塁と変わってピッチャーの大塚くん、大塚くん地区大会でホームランを打っています。大塚くんもねなかなかバッティングいいですからね。さあノーツー、トライ、手堅い、ファール、ツーツー、ここはセカンドゴロ。この回ランナー得点圏に進みましたが無得点です。さあ2回裏、双葉田高校の攻撃、4番ピッチャー宮沢くんから。双葉田高校の宮沢ミッシェルと言われています。さあ左バッターボックス、ツーストライク、打率は5割、三振、2個目の三振、 KK。 今日も K のプラカードがたくさんスタンドにかかるのか。5番金村くん、ツーストライク、三者連続三振、3つ目。さあ6番近田くん、時間のゴロ、アウト、三者凡退。さあ3回表、三ツ橋農業の攻撃。はい、18個目三振。1番竹本くん、三ツ橋農業がプリプリくんのタイムリーで先制しています。竹本くんセンター前、牽制、キャッチゴロ。さあ総合番くんは送りバントの構え、ナイスワン。さあワンアウトランナー二塁、3番宇野くん、さあ宇野くんライト前でつなぎます。ワンアウト一塁三塁で4番プリプリくん、先制タイムリーのプリプリくん、けずけずけろ、ダブル。ワンツー、はい、スーナーさんいらっしゃい、はい、スーナーさん、このサインは前進守備ですね。ここはキャッチャーファールフライ、ツーアウト、ツーアウト一塁三塁と変わって5番銀河デカ君、すごいこだましてますね。さあ銀河デカ君の2点目、タイムリーツーベース、ケンゼケンゼクロダブル、オボカタスタップダフォー炸裂。はい、赤野大門さんいらっしゃい、今日はスミレタイムリー、プリプリ君タイムリーツーベース、銀河君タイムリーツーベース、おぼかた君のタイムリーツーベースで4対0、この回3点追加。7番渡辺君、ここは三振、しかしこの回銀河デカ君スタップだ方のおぼかた君のタイムリーツーベースで3点追加、4対0です。はい、こんばんは、小坊主さん24個目さんいらっしゃい、4対0、福島双葉田高校を三橋農業がリードしています。4点リード、双葉田高校7番片貝くん、センターフライでワンアウト、8番肘数くん、ファールボール、ファールボール、打ち上げた、ファーストフライ、アウト、ツーアウト。9番米倉くん、何代目ですか、あー、すまんすまん、どかたくんですか、まあ、今5年目ですからね、三ツ橋農業だけで5代目ですね、はい、いや、どかたくんじゃないですよ、土方くんじゃないですか。1番三川くん、トライ、ツーストライク、三振、4つ目の三振。前半3回、双葉田高校まだノーヒットです、ノーヒットノーラン継続中。4回目で三ツ橋農業、8番のニュー君からニュー、ニュー君ツーベース、ノーアウトランナー二塁、牽制気をつけろ。9番大塚君、大塚君センター前、ノーアウト一塁三塁、牽制気をつけろ、ダブル。さあ今日2安打、竹本君打率5割、いや素晴らしい、このサインは一球外せって言ったんですかね、外しましたね、牽制、いやこれはねもったいないですね。キャッチャーフライ、ツーアウトランナー一塁、すいませんね私のせいですか、そうですね、今の総合番くん、ここはピッチャーフライ、ノーアウト一塁三塁のチャンスでしたが、まあちょっとね牽制して、これこういうミスをしてるとね、はい、いけませんよ三ツ橋農業もね。さあ4回裏、双葉田高校の攻撃、
2番小島くんから。まだ二俣高校フォアボールのランナーしか出していません。ファーストフライでワンアウト。実況さん笑。3番猫宮くん。二所さんの立ち取り具合は特徴、さす二所、さす二所ですからね。セカンドフライアウト、ツーアウト。5番ピッチャー宮沢くん打ち上げた。ピッチャーフライ、すべて内野フライで、あっと大塚くん落球、もったいないですね。まあエラーなんでね、ヒットではありません。ピッチャーゴロ、これは今度はガッチリ。この回エラーのランナーが出ましたが無得点。さあ5回まで水町農業の応援席を呼んでみましょう。石原さん。はい、うちのね、水町農業、農業と、野球の両立をね、モットーに、野球部だからといって農業免除されるわけじゃありません。ちゃんと農業をちゃんとやってね、はい、それで、野球にね取り組んでいる、文武両道をね実践している。素晴らしいですね。あ、プリプリ君ホームラン、やったー。プリ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 君3号ホームラン、大会3号で1点追加、5対0。5番銀河デカ君さらにツーベース。なんでいつもお侍が売りだけなんですか。え、みんな同じよ同じよ。ケツケツケロー、ケツケツケロー。ドライ。6番小岡田君ドライ。ワースクロアウト。農業と野球の両立、野球以外の部活はお隣なのか。7番アナロ君、そんなことないわよ。ここはセカンドフライ、しかしこの回プリプリ君のホームランが出ました。3号ホームランで1点追加、5対0。さあ双葉田高校応援席呼んでみましょう。双葉田高校の原中さん。はい、原中です。双葉田高校はですね、旧制中学校以来のね伝統を持つ学校ですね。文武両道の方針のもと部活動もね非常に盛んで、定員の 20% ほどを目安に学業のほか部活動、運動及び吹奏楽を重視した特別選抜をね行っています。はい、1923年にね福島県立双葉中学校として創立しました。戦後の学制改革により1948年福島県立双葉高等学校となり、その後1950年に女子生徒の入学を許可して共学校となっています。はい、以上です。はい、ありがとうございました。もう自慢の吹奏楽がね、はい、やってます。8番ニュー君ファーストゴロ。どうしました。同じっぽいね。やっぱりどこの学校もね、文武両道じゃない学校ってそんなないわよね。どこの学校もね、ブーだけとかないんじゃない。おっと、ここでツーストライク取ったところで交代です。まあ足でも釣りましたかね。宮沢君ちょっとね気になりますけどね。ここは大塚くん三振、ツーアウト。1番竹本くん今日2安打、5割バッター小勝っちゃころ。はい、気になる今途中降板した宮沢くんですけれども、はい、どうしました。原中さん。はい、原中です。宮沢くんの状態でちょっとですね、足をちょっとやっぱりね釣ったみたいですね。はい、ちょっと、足を取って熱中症のちょっと疑いがあるということでね、途中交代になりました。ここまでね、一生懸命投げてきてベスト8、福島県、双葉高校初のベスト8まで導いてきてくれた宮沢君ですけれどもね、健闘もなしくここで、リタイアとなってしまいました。宮沢君惜しくもね、ここでリタイアですけど、あとは応援、寝ながら応援すると言ってました。はい、はい、以上でした。いずれにしても学業はおざなり。7回表、2番倉庫番君打ち上げたレフトフライでワンアウト。3番宇野くん今日1安打。宇野くんセンターバックスクリーンへのホームラン、6対0。宇野くんは大会1号ホームラン、チーム2本目のホームラン。プリプリくんセンター前、牽制気をつけろ。5番銀河デカ君ノースリー、変わったピッチャーからも宇野君がホームラン、牽制低いぞ。ワンスリーショート、あーっとショート、双葉田高校にミスが出ました。ワンアウト一塁二塁、まあこれは泣きっ面に8ですね。
6番岡田君、先ほど2点タイムリー、トライ、おぼかたスタップ打法炸裂、おぼかたくんも大会1号ホームラン、スリーラン、今日はおぼかたくん5打点、9対0、牽制にね、とにかくさあ、アナログくんもライト前、もう先発全員安打ですかね、牽制90キロ、8番ニューくん、ニューチーム4本目ニュー君は大会3号ホームラン、さらに、まあちょっとね、宮沢君がね、ここエースで引っ張ってきたんでね、あまりこの2番手のね、このピッチャーがやはり経験がなかったんでしょうね、ちょっとやはり、カートピッチャーのちょっと、あ、倉庫番君まだ無安打ですね、倉庫番君が打てば、全員安打ですね、まあね、しょうがないですね、高校ここまで激戦を勝ち抜いてきたというところでね、はい、三ツ橋農業はね、やはりピッチャー3人でね、交代交代ですから疲れも、おっと猫宮君がついに挟んだ、ゲストさんがあります、さあピッチャー途中で変わった野沢君です、しかしあっと牽制で双葉田高校、いやーこれは痛いですね、二股高校ね、1点でも返したかったところですけどね、三振、もう総動員で戦ってきたところと、やはりね、余力を残して戦っている三橋農業の差がこういうやはりね、後半の試合で出ますよね、まあ今日は二股高校ね、三振なくよく大塚君の球をね当ててはいるんですけどもね、はい、やはり球威がやはり大塚君があるとか、飛びませんよね、なかなかね、さあ2番倉庫番君、倉庫番君やはりね一人替えの外になりたくないからね、ここで安打欲しいでしょうね、さあ倉庫番君もヒット、これで全員安打、牽制気をつけろ、3番宇野君、ここはセンターフライ、アウト、2番プリプリ君、今日猛打賞、トライ、ここはショートフライ、アウト、ツーアウト、5番銀河デカ君、今日タイムリーツーベースがあります、トライ、あまりにも無慈悲すぎる密猛打線、もう容赦なく襲いかかりますね、今日はいろんなバリエーションの牽制気をつけろがつけてますね、お前こそ今日はいる、さあ銀河デカ君センター前、牽制気をつけろダブル、さあ今日5打点のおぼかたくん、おぼかたくん今日6打点、1試合6打点ですか、12点目、12点のうち半分がおぼかたくんですね、アウト、アナログの三振、しかしこの回おぼかたくんに、さらにタイムリーヒットが出ました、12対0、いやーこれはもうね強力ですね、6番近田君打ち上げた、あっと今日大塚君2個目のラッキュー、ちょっと大塚君ねまぶしいんですかね、はい、あ結構まあね有名なのはやはり東海大山形と PL のね29対7ですかね、はい、22点差あったね、あの試合、トライ、まああの試合もね、ただ、山形サイドだとこう、ね、PL から7点取ったぞってね、ありましたからね、あの PL から7点取った PL、ね、投手陣打ち込まれるとかね、いろいろね、山形ではそういう報道だったらしいですよ、ニューニュー君2打席連続ホームラン、大会4号ホームラン、13対0、この試合なんと5本目のホームランですね、5本目のホームラン、容赦なし、福島県初のベスト4の夢を打ち砕く、三つ野は7点取られたことありましたっけ、三つ野最多失点でちょっと見ないと分かりませんけども、そこまで取られた試合ってないですよね、確かね、あ相手
チームの監督が一度に監督で運ばれていきましたね。あ、まあ1期生、2期生の、2期生、3期生から優勝したんだっけ。2期生、1、2のはちょっと初めちょっと分かりませんけどね。さあ最終回、9番米倉くんから、え、熱中症ですかね。さあ2安打目が出ました、米倉くんのセンター前。まあ大塚くんもね、結構完投はしてますからね、疲れはあると思いますよね。アウト。1番三河君センターフライ、2番小島君、トライ。まあ、宇多田高校猫宮君がね、今日ツーベース打ってますからね、猫宮君につなぎたいところでしょうね。アウト。三振、ダブルプレイ。三振ダブルプレイで、あ、3期生からですかね、3連覇中なんですよね。2期生は準優勝だったかも、地方予選のね。ミツバチ農業フォーエバー、ミツバチ農業エタナー、ミツバチ農業永遠、ミツバチ農業最高、我らミツバチ農業は永遠で最高のミツバチ農業フォーエバー。見事準決勝進出、これで3年連続、春夏3年連続ベスト4進出。パチパチパチ。さあ3連覇まであと2試合、19安打13得点、おや鬼の攻撃。さあ見事圧勝しました、水橋農業ラツ監督です、おめでとうございます。はい、生まれと今日圧勝でした。いやまあね、まあたまたまね、相手ピッチャーが疲れてて、まあうちのね打線が絶好調だったっていうだけのことでね、本来はまあ宮沢君もねこういうピッチングじゃないと思うんだしね、はい、まあたまたま今日はうちの打線がね、あ、素晴らしい、みんな触れててね、はい、素晴らしかった。まあピッチャーはねいつも通りの大塚ピッチングしてくれてね、はい、いいプリプリ君、おぼちゃん、ピッチングしてくれたしね、バッティングの方もねみんな打ってくれたんで、まあ明日、あともう2試合ね、まあまずあの準決勝、気を抜かないようにね、今日ぐらいの、勢いでねまた、明日も戦ってほしいです。はい、さようなら。はい、ありがとうございました。今日はまあプリプリね、プリプリ。おぼかど、おぼちゃん、これで打点王争い、これすごいね、6打点も取ったからね。そうですね、ニュー君も3打点追加だからね、今トータルだと誰が打点王なの、トータルだとプリプリマンかな、プリプリマン51点、2位が銀河デカが46点、アナログ42点だけど、これはまあトータルだからね。春以降だとちょっと誰がトップになるかな。銀河デカもね、銀河ももう出しよう。はい、まあよく打ったね、今日ね。はい。はい、どうも。さあ、はい、香川中央、激戦でした。三沢翔も打撃戦だ。延長の末、帯広三条。さあ、あちらは三沢町で青森だよね。帯広三条とこう北対決ですね。そして相手は香川中央で、香川とは初めてですかね。四国香川中央で、あ、四国は割と三ツ橋工業時代は割と四国に相性悪かったけど。さあどうでしょう、まあ、そうですね、はい、よく水町工業はね四国のチームに、負けてるときは、まあ、ありましたかね、2回か3回負けてましたよね、要注意ですよね。さあ相手は香川中央大です、明日は準決勝。今日も西岡さんでした。はい、失礼します。よし、おい、よし、よし、二畑
さんの帰りのバスには蜂蜜だけじゃなく副産物の蜂の子も積んでますね。蜂の子も置いてある。蜂の子も買ってくれたの、素晴らしいね。バイトあり。よし、よし、蜂の小屋、そこのけそこのけ、お馬が通るね、有名な俳句ありますね。請求書は学校の方へ回しておきました。いや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 、あ、そうだね。いやいや、向こうの野球部さんが払うのかよく分かりませんけどね。はい、続いて2年生。よし、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 よし。水高も勝てなくなるとお米禁止令出るんですか？いや、お米はとにかく食べないといけないよね。やはりしっかりとパワーを出さないといけないからね。お米はいい。お米食べないとやはりパワー出ないね。よし。はい、3年生。よし。禁止になりそうなのはカップ麺とかかも。まあ、しっかりと3食食べると。蜂蜜とヨナの隠語化された謎物質が取れなくなるんですよね。どことのプロチームじゃないんだから。どことのプロチームじゃないんだからね。もう結果見ればね、お米抜きのチームよりお米食べてるチームの方が強いからね。はい、銀河デカナイス猛打賞。はい、ニュー、ナイス。どうでしょう。はい、オブちゃん、ナイス、6打点。はい、プリプリマン、ナイス、どうでしょう。はい、大塚、ナイス、完封。よし。はい、ご視聴ありがとうございました。PC エンジン版、栄冠は君に。高校野球全国大会は、金曜以外、毎日やってまーす。はい、おでした、おでした。はい、おでず、おでした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 、おつ、おでした、おでした、おつ、おでした、はい、おでした。はい、どうでした？いよいよ準決勝。そういえば中日のドームか何かでの販売でガンギマリアップルサワーなるものが発売されるらしいですね。ガンギマリアップルサワー。はい、どうでした？